学割ヒーローズ、こんな家出るんだよ。親子喧嘩か。おい、ゴミ出しで親孝行。怒ってこいよ。喧嘩と急げ。肩叩きで親孝行。ありがとう。と親孝行な学割なんや。1年間2ギガ900円、ソフトバンク学割。学割最高。親子の役に立つ学割ヒーローズ、こんにゃろ。こんな家出てたよ。親子喧嘩か。おい、ゴミ出しで親孝行。心がお手伝い。ヤンキー座りか。ささ押し花で親孝行。パンジー好きだろ。素敵。何見てんだ。怒ってこいよ。喧嘩だ。おい、急げ。おら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 。肩叩きで親孝行。食ってんな。ありがとう。と親孝行な学割なんや。1年間2ギガ900円、ソフトバンク学割。学割最高。はい、切り抜けるときもちょっと低めでいく感じで。はい、すいません。はい、すいません。よー。はい。カット。もう帰ってきた直後って感じ。はい。でもよかったっていう。よー。三。カット。ありがとうございます。印象は大丈夫だ。はい。親孝行な料金何や、うん、一回ちょっとアクションもらいますか。うん、はい。と親孝行な料金何や。座りな感じです。親孝行な料金何や。親孝行な、はい。はい。はい。と親孝行な料金何や。はい。親孝行な学割なんや。はい、カット。はい、ありがとうございます。はい、カット。入りました。はい、カット。はい、はい、テストもらいますね。はい、ありがとうございます。はい、以上をもちまして、はい、松本さん本日撮影以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それで行きますよ。よーい。あ？かかってこいよ。はい、カット。おはようございます。寺田心です。小池恵子です。よろしくお願いします。お願いします。すごいね、これすごいね、時間かかった。いや、リーゼントでちょっと、なんかカツラを、ここに、なんか、坊主になって、はめて。かわいい。やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい。カット。ちょっと髪の毛がリーゼントで。はい。こっち側、こっち側。嬉しい。そうですね。はい。いいよいいよ、そこすごいいいよ。ありがとう。はい。じゃあ一回やっていきますね。じゃあ小池さん目線ください。よーい。はい。凝ってるな。こんな家出てて。ちくしょう、こんな家出ててやよ。あー、カット。カット。はいはいはい。Ha ha ha!
はい、パンジー好きだろ。まあ、はい、パンジー好きだろ。素敵。はい、カット。今のよかった。はい、ほらよ。まあ、はい、カット。みんなで聞けない。はい、パンジー好きだろ。素敵。とは、じゃあただいまのカットを持ちまして、小池栄子さん、寺田心君、オラプレス、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、一視聴者としてこの CM すごくファンだったので、自分が出れると聞いてとっても嬉しかったです。まあ、自分がこの CM いつもこうね、見るときはちょっとこうクスッと笑ってしまったり、なんかずっと頭の中に残るなっていう風に、とても楽しい印象があったので、このシリーズも見ていただいている皆様にそんな風に楽しんでいただける作品になるといいなと思って今日は挑みました。いや、私はよく松本さんの性格を捉えているなというキャラクターだなと思ってます。お笑い界一優しい方だと私は思って、大好きな先輩なので、すごいですね、そこを見抜くというのは、と思いながらいつも見てます。松本さんは思いやりがすごくある方で、お話ししてても常にもちろんお笑い界の今後のことや後輩のこととか、しかもこうなかなか面白いのにチャンスがなくて、売れないな、売れるチャンスないなっていう後輩たちのことまで考えてよくお話しされてるんですよ。で、数々いろんな番組の企画をね、ネットなんかでもやってますけど、もちろん地上波でも大体松本さんが企画してるじゃないですか。私は勝手にそういう方たちにもいっぱいチャンスを与える場を松本さんって作ってるんだと思って、そこがなんか自分も今もう結構年齢も上がってきて後輩が増えてきてるので、こういう風な先輩になりたいなっていう風に思いながらいつもお話聞いてます。いや、いつも松本さんが出られている CM を見て面白いなって思ってたので、まさか出演をできるって聞いた時はすごく嬉しくて、ちょっと頑張りましたね。あとヤンキー座りのシーンがあって、ヤンキー座りってやっぱり足がすごく開いてエクササイズになるなって思ったのと、やっぱなんだろう、ヤンキーってなるのって大変なんだなって思いましたね。そうですね、やっぱり漫画とかやっぱり映画でしか見れない中で、どのように演じるというのか、どのようにするのかっていうところがやっぱり難しかったけど、ヤンキー役っていうのを初めてやったので、ちょっと挑戦、チャレンジになって、すごく嬉しいというかワクワクしながら挑むことができましたね。そう、肩もみしてくれるシーンで、待ってる間にすごくお上手で、肩甲骨周りとか、あとなんか骨と骨の間とかをすごく絶妙な力で押してもらって、なんか全然仕事としても通じるよってぐらいうまかったですよ。いやもう本当ありがとうございます。ご謙遜を。いやもう嬉しいです。小池さんに言っていただけると嬉しいですね。いつも母の肩とかやっぱり足とかいろいろ揉んだりとかしてあげてるので、それなりに やっぱりそういうもみもみの番組とかいろいろ見て、はあ、こうやってするんだなって思いながらちょっとずつ勉強して、ちょっと頑張ってます。心さんですよ。もうね、現場での言い方とかね、あとこう本番になったらキュッとスイッチが入る役者魂であったり、まあ尊敬しますね。私びっくりしたのは、結構なスピードでね、監督がさ修正点を言ってたじゃないですか。もうちょっと気合い入れてとか、もうちょっと声上げてとか、もうちょっと優しい感じっていうのを一度も外すことなく、指示をそのまま修正して出すってやっぱすごく難しいことなんですよ。それをなんかいとも簡単にひょいひょいってやってのけたから、まあ天性のものでしょうね。ちょっと
ファンになっちゃいました。あ、いやいやいや、もう嬉しい。小池栄子と申します。あ、もう心ですつい長く。いやもう恐ろしい、どんな役者さんに育っていくんだろうって、楽しみでしょうがないですね。あの小池さんが出演されているあのドラマや映画を見させていただいていて、やっぱりこの今日ご一緒できてもすごく嬉しいなって思いましたね。やっぱり小池さんはいろいろな演技、やっぱりちょっとの怖い演技だったりとか、こう今 の, やあの CM でやったような優しいお母さんみたいな、そういう感じのいろいろな役をやってらっしゃって、やっぱり間近で見た時ものすごく本当に勉強になりましたね。いやそんなこと言っていただいて光栄でございます。はい、楽しみだね。でもなんかこのヤンキー役そのままやってほしいね。あ、わかんない、だってこの先もしかしたらものすごくグレる瞬間あるかもしれない、ね、グレる瞬間お高校生ぐらいでさ、高校生ぐらいで、うん、こうやってまたちょっとこんな感じでそうそう楽しみなるかもしれませんね。え、いろんな役見たいですね、うん。私の2021年の抱負はこちらです。片付け上手になるです。ちょっとね苦手なんです。あ、私ですね、こう使ったものを、うん、部屋の中で使ったものをその場所に戻すということができずに、使ったものをいろんなところに置いて、結果机の上にいろんなものがこう集合してしまうようで、でまとめて、あ、やばいやばいって思って整理整頓しなきゃっていう性格なんですね。あるあるですよね。あるあるですか、わかります。僕もそうなんですよ。本当ですか。やっぱりなんだろう、ちょっとぬいぐるみとか本とか読みたいなって思った時に、うん、出していろんなもの、あ、これも面白い、これも面白いって出して、その後後片付けしないで結局散らかって、なにこれって言われることがあって、なんかちょっとサボっちゃうんです。サボっちゃいますよね。そうなんです。で、まあ、片付け上手のね先輩とかからやっぱ話を伺うと、お部屋とかちゃんと綺麗にして寝るとやっぱ気分がいいと。だから今できることを一つずつでいいからやっていこうと思って、あったものを元に戻すっていうことを今日々心がけてやってるんですね。そうするとまあ当たり前ですけど、部屋は散らかりづらくなるじゃないですか。そうするとやっぱ朝起きた時に部屋が綺麗だと気持ちいいなと思ったので、まあ1年かけてっていうのはもうちょっと相当なスローペースですけども、無理なく無理なく頑張りたいと思います。そうですね、体に影響を及ばさない程度で。ありがとうございます。でもいいですよね、僕もその精神を学ばないといけない。でも何もかも学ぶことだけですけど、はい、やっぱりちょっとね、いろいろ片付けを頑張って、僕も頑張ります。頑張ります。僕の2021年の抱負は、動物に関する資格を取りたいです。おお、はい、お好きなんですね。はい、動物大好きです。3年生の頃に、うん、一度動物の資格を取ってみようと頑張ったんですけど、やっぱり漢字が3年生だと読めなかったりとかして、うん、結局ちょっとやっぱり取れなかったので、まあ小学校6年間終わったので、今年こそはね、もう動物の資格ってどういうもの？あ、なんだろう、動物についての動物の、まあもちろん犬種の見分け方もそうですけど、あ、やっぱり、なるほどね、なんかどこかを触ると病気か病気じゃないかとか、この子はヘルニアじゃないのかなとか、うん、そういうことだったりとか、いろいろな動物に関してのものを学んできたですね、うん、この動物は皮膚が硬いから気をつけてとか、なんかちょっとそういうことを学んだり。好きなことだから頑張れそうね。好きなことはね、いつまでも続けられるって言いますからね。